さん、こんにちは。お久しぶりです。そうと申します。今回は、マリオメーカーが、チューリング完全、であることを証明しました。チューリング完全、とは、大雑把には、何でも計算できる、という意味です。つまり、一言で言えば、マリオメーカーが、万能の計算機、であることを数学的に証明することに成功しました。これまで、マリオメーカーに計算をさせる研究を行ってきました。そして、実に様々な計算ができることが分かってきました。しかしながら、四則演算をやっているだけでは、マリオメーカーは単なる電卓と変わりありません。現代のコンピュータは、電卓で行える計算はもちろん、電卓では行えない高度で複雑な計算も、こなすことができます。そこで、マリオメーカーの本当の計算能力の高さを示すためには、何でも計算できる、コンピュータと同等もしくはそれ以上の計算能力を持つことを、証明する必要があります。今回は、マリオメーカーがそのように、何でも計算できる、ということを、数学的に証明することに成功しました。これが、チューリング完全性、です。まず、何でも計算できる、チューリング完全、という言葉の意味を説明します。その後、マリオメーカーがチューリング完全であることの証明となる、コース、を、動画で解説します。計算機が何でも計算できるとはどういうことなのでしょうか。世の中にはいろいろな計算機があります。何か入力が与えられると何らかの規則に従って計算が行われるようなものであれば何でも計算機とみなすことができます。コンピュータや電卓はもちろん計算機ですし、マリオメーカーも計算機とみなすことができます。1936年にアラン・チューリングという計算機科学者が定義したチューリングマシンもまたそのような計算機の一つです。これはとても単純化、抽象化された計算機のモデルであり、現代のコンピュータのほとんどはこのモデルが基礎となっています。チューリングマシンとは、図のように、無限の長さのテープと、テープの内容を読み書きするヘッド、及び制御装置からなる機械です。この機械への入力は、テープに書かれた文字列として与えられます。この機械は、1ステップごとに、以下のような動作をします。テープから、現在のヘッドの位置に書かれた1文字が読み取られ、読み取られた、文字、と、制御装置の現在の、状態、の組み合わせに応じて、ヘッドが現在の位置に新たな1文字を上書きし、ヘッドが左右いずれかに1文字踏む動き、制御装置の状態が変化します。装置の状態としてどのようなものがあるのか、そしてどんな文字を読み取った時に、どのように装置の状態が変化し、ヘッドがどんな文字を書き込み、そして左右どちらへ動くかは、あらかじめルールが完全に定められてさえいれば、何でも良いです。そのため、これらのルール次第で、いろいろなチューリングマシンを考えることができます。その中には、つまらない動作をするものもあります。例えば、読み取った文字が何であれ、装置の状態がどうであれ、常にテープに割れを書き込み、ヘッドは右に動く、というルールを定めたチューリングマシンを考えることができます。しかし、このチューリングマシンは、入力としてどのような文字列をテープに書いて与えてやったとしても、ひたすらその文字列を例に書き換えていくだけです。これは、つまらないですね。一方、とても面白い動作をするチューリングマシンもあるかもしれません。その中でも、ひときわすごいチューリングマシンとして、そのチューリングマシンを使って、どんなチューリングマシンが行う計算も模倣、エミュレート、することができる、という性質があるものは、万能チューリングマシン、と呼ばれます。ここで、計算を模倣、と言っていますが、これは、チューリングマシンへの入力列やその後の計算結果をうまく解釈すれば、その計算を、再現、しているとみなせる、ということです。これは、マリオメーカーで足し算や掛け算を、再現、できたのと同じことです。つまり、万能チューリングマシンは、何らかの計算機で計算できるものは何でも計算できる、ような計算機です。そして、万能チューリングマシンのように、どんなチューリングマシンが行う計算も模倣、エミュレート、できるようなシステムは、チューリング完全、なシステムと呼ばれるようになりました。しかし、チューリング完全なシステムなど、存在するのでしょうか。これに対しては、これまでの様々な研究により、実に多くのシステムが、チューリング完全、であることが証明されてきました。
中でも、ルール110の1次元セルオートマトン、後で説明します、は、非常にシンプルなルールで動くシステムでありながらチューリング完全であり、興味深いです。では、マリオメーカーが、チューリング完全なシステム、であることを示すには、どうすればよいでしょう。もしも、すでにチューリング完全とわかっているシステムのうち何か一つを、マリオメーカー上で模倣、エミュレート、できたとすると、どうでしょう。この時、間接的に、マリオメーカーを使ってあらゆるチューリングマシンを模倣することができるので、マリオメーカーもチューリング完全ということが示されます。つまり、我々がすべきことは、マリオメーカーを使って、何か一つチューリング完全とわかっているシステムを再現することです。そこで本節では、ルール110をマリオメーカーで再現することを考えます。ルール110とは、次のようなシステムです。今、0と1が横一列に並んでいる状況を考えます。このビット列の全ビットに対して、一斉に以下の操作を行うことによって、ビット列全体を更新していきます。そのビットを中心とする、連続する3ビットが、000、100、111のいずれかである場合は、そのビットを0に更新します。もし、001、010、011、101、110のいずれかである場合は、そのビットを1に更新します。例えば、00110111100というビット列にこの操作を行うと、01111101100となります。この更新を、際限なく繰り返していく、というのが、ルール110のセルオートマトンです。ルール110はとても単純ですが、実は、これが、チューリング完全、であることが、すでに知られています。すなわち、入力列と出力列をうまく解釈してやることによって、ルール110はどんなチューリングマシンも模倣できる、ということです。このルール110を、マリオメーカー上で再現できれば、マリオメーカーはチューリング完全と言えるはずです。そして今回、このルール110を、マリオメーカーで再現してみたものが、こちらになります。画面下のベルトコンベアに、ブラックパックンと黒砲台が並んでいますが、これらが、先ほどの0と1の列です。ブラックパックンが0、黒砲台が1です。この列が、先ほど説明したルール110に従って更新されていきます。この場所で、連続する3ビットを読み取り、それをルール110に照らし合わせ、中央のビットが次に0に更新されるべきか1に更新されるべきかを求めます。求めた結果は、ビット列の一番後ろ、左、に追加されます。3ビットが読み取られるたびに、ビット列全体は右へ一つずれます。一つずつずれていき、最初からあったビット列全体の読み取りが一周したところで、ようやく一時刻進んだことになります。では、読み取り部分の構造を、詳しく見ていきましょう。ブラックパックンと黒砲台のビット列の上に、3つの赤砲台が乗せられます。この時、読み取られた3ビットの0、1に応じて、赤砲台の上に乗っている3つの横バネの配置が変わります。その後、右上の砲台から発射された甲羅が落ちてきますが、甲羅が横バネに触れて加速する回数が、横バネの配置によって変わります。ちょっと良いところまで映像を早回ししましょう。まず、111の時は、3つの横バネに高低差が生じないので、一度も触れません。000の時も同様に、甲羅は一度も横バネに触れません。100の時は、左の横バネと右の壁でバウンドして、2回接触して、甲羅は高速になります。その他の時は、甲羅は横バネに1回だけ接触するようになっています。その後、甲羅はこの部分で、その速度に応じて振り分けられます。先ほど横バネに接触した回数に応じて、甲羅の軌道が図のように変わります。そして、ブラックパックンと黒砲台のどちらが出力されるかが決まります。以上の流れをまとめると、像のようになります。前節で説明したルール110を、正しく実装できていることがわかりますね。こうして、マリオメーカーのチューリング完全性が、証明されたかのように思われました。実は、前節の、証明、には穴がありました。前節で実装できたのは、ルール110の、有限版、でした。すなわち、有限の長さの入力を、有限ステップだけしか実行することができませんでした。
しかし、ルール110がチューリング完全であることを証明した論文では、無限の長さの入力、それも、左右両側に無限に伸びたビット列を扱えるルール110が仮定されています。つまり、マリオメーカーで、左右両側に無限に伸びたビット列を扱えるルール110を模倣できるようにならないと、チューリング完全性を証明できたことにはなりません。たとえステージの縦幅、横幅に制限がなく、どこまでも無限に続くフィールドが利用可能で、無限個のオブジェクトが設置可能であったとしても、左右両側に無限に伸びたビット列をマリオメーカー上でそのまま扱うのは、非常に困難です。かくして、証明困難と思われたチューリング完全性でしたが、別の方法での証明へのヒントが、先ほどの論文にありました。先ほどの論文では、ルール110のチューリング完全性を証明するにあたって、いくつかの他のシステムについても、チューリング完全であることが証明されていました。そのうちの一つに、サイクリックタグシステムがありました。このサイクリックタグシステムは、有限の長さの列だけを扱えればよく、無限版のルール110よりも、マリオメーカーで実装するのに向いていると考えられます。サイクリックタグシステムは、次のようなシステムです。まず、システムの初期状態として、ビット列が与えられます。これを、作業列、と言います。そして、それとは別に、生成規則、と呼ばれるものが与えられています。生成規則、は、いくつかのビット列からなり、それらには、順番が定められています。つまり、ビット列の列となっています。次に、計算の進め方を説明します。まず、現在の、作業列の先頭のビットを取り除きます。ここで、取り除いたビットが1であった場合に限り、生成規則の先頭のビット列をコピーして、作業列の末尾に付け足します。取り除いたビットが0であった場合は、何もしません。その後、生成規則の先頭のビット列を、生成規則の最後尾に移動させます。この1と2が1ステップの計算です。これを、際限なく繰り返していきます。例えば、初期状態が1、生成規則が110、11010で与えられる場合、次のように計算が進んでいきます。後ほど、この例がもう一度出てきますので、最後の101010だけ覚えておいてください。段序と覚えましょう。このシステムをマリオメーカーで再現できれば、マリオメーカーのチューリング完全性が本当に証明されたことになります。そして、今回、このサイクリックタグシステムをマリオメーカーで再現することに成功しました。その実装がこちらになります。これから、先ほどの例を実際に計算している様子をお見せします。コース右側の、生成規則レーンには、生成規則のビット列たちが置かれています。各ビット列は、パウブロックとブラックパックンで表されています。ビット列の区切りには、11の杭が置かれています。コース左側にあるのは、作業列レーン、です。これの先頭がパウブロック1、であった時に限り、生成規則、の先頭のビット列が、作業列、の末尾にコピーされます。それでは、計算開始です。一定時間ごとに、画面右側の生成規則レーンからオブジェクトが一つ取り出され、画面右下のエリアで、判別、されます。今回は11の杭だったので、甲羅は画面左側に転がっていき、作業列の先頭のオブジェクトを取り出しました。作業列から取り出されたのがパウブロックだったので、生成規則のビット列をコピーして、作業列の末尾に付け足す必要があります。そのための回路がこちらです。生成規則レーンから取り出されたパウとブラックパックンは、次々とコース左上へと運ばれていきます。これらのオブジェクトは、作業列レーンに、コピー、された後、このように生成規則レーンへ帰ってきます。次の11の杭が出てきました。先ほどと同様に、甲羅が左へ流れ、取り出されたのはパウブロックでした。そのため、引き続き、生成規則のビット列が作業列へコピーされていきます。11の杭には、どのような物理的性質がありますか？11の杭は、横バネに当たっても跳ねないという性質があります。この性質が、オブジェクトの判別に使われています。この横バネで、11の杭だけが、跳ねずに真下に落ちます。ここのバネでも、11の杭だけが左へ跳ねずに、右上へ運ばれていきます。なお、11の杭も、このように生成規則レーンへと帰ってきます。11の杭と同じような物理的性質を持つオブジェクトはありますか？良い質問ですね。
鉄球砲台も同じ性質を持っています。しかし、鉄球砲台は壁や天井に張り付いて設置しづらいことがあります。ベルトコンベアの裏にも張り付きます。これは何か応用できるかもしれません。ワンワンの杭が来たので、作業列レインの先頭の文字が取り出されます。今回はブラックパックンが取り出されました。取り出されたブラックパックンは、画面中央の砲台の下に入り込みました。すると、生成規則レインから流れてきたオブジェクトが、ここで突っかえて、画面上へと運ばれていくようになりました。画面上からは、コピー回路は経由せず、生成規則レインへと帰ってきます。もうしばらく計算が続くので、コース上部をもう少し詳しく解説します。ブラックパックンとパウのコピー回路は、計算コースで用いてきたものと同じです。ただし、理論上コースを無限に伸ばせるように、置き場を縦穴にしました。その関係で、パウブロックがブラックパックン置き場をまたぐ必要が生じました。そこで、このように、2台の同期するクモリフトを使って、ブラックパックンの山をパウブロックがくぐれるようにしました。次に、作業列レーンや生成規則レーンの末尾にオブジェクトが追加される機構を説明したいと思います。今回の計算では、レーンにオブジェクトが山積みになることはないですが、計算によっては、レーンに大量のオブジェクトが山積みになるかもしれません。レーンに何個のオブジェクトが山積みになっていたとしても、そのてっぺんに、運ばれてきたオブジェクトを乗せる機構が必要です。それを実現するのがこの機構です。この構造が無限に繰り返し設置された理論上のコースでは、どれだけ有限の個数のオブジェクトが山積みになっていたとしても、その上にオブジェクトを乗せることができます。別に追加されるのにだいぶ時間がかかりそうですが、問題になりませんか？下まで戻ってくるのが、間に合わない、可能性はないですか？まず、列に追加されるのに時間がかかるのは、列が伸びている時だけです。列が伸びている時は、下まで急いで戻ってくる必要はありません。しかし、実はむしろ作業列レーンが空っぽの時、問題が生じます。作業列にコピーされたオブジェクトが、直後に取り出される必要がある場合、間に合わない、問題が生じます。そこで、このようにして、甲羅の周期を十分に延長しておけば大丈夫です。さて、作業列レーンの状態を見てみましょう。正しく計算できていますね。実機のマリオメーカーでは、設置できるオブジェクト数に制限があるため、このまま計算を続けていくと、いずれはパウブロックやブラックパックンが尽きてしまい、正しく計算できなくなってしまいます。しかし、フィールドが上方向に無限に伸びており、無限個のパウブロックとブラックパックンが各々の置き場に積み重なっており、生成規則レーンと作業列レーンの機構が無限に繰り返し設置されているようなステージを仮想的に考えることはできます。このコースであれば、いくらでも計算を続けていくことができます。つまり、本当に、チューリング完全、となっています。フィールドが上方向に無限に伸びており、オブジェクトが無限に設置でき、制限時間が存在しないマリオメーカーはチューリング完全である、ということが、今回の研究で明らかとなりました。チューリング完全性は、プログラミング言語が持つべき性質として挙げられることも多いです。今回の研究によって、今後、マリオメーカーはプログラミング言語の仲間入りを果たし、数年後には、数十億のデバイスで走るようになるでしょう。発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。